リュニャンさんさ、はい、2016年の1月14日に絶対に笑ってはいけないファミレス面接って動画上がってるんですよ。はい、リュニャン1年半経ったじゃん。うん、リュニャンの成長を見せつける動画しない？がたねえな。面接でコンビニの面接でリュニャンは、東京に来て一人暮らしを始めました。はい、で、コンビニの面接に来ました。じゃあ開始。はい、トントン。はい、どうぞ。お邪魔します。お邪魔しますじゃないだろ。失礼しますでしょ。お邪魔します。はい、まず自己紹介お願いします。リュニャンです。17歳で、はい、ちゃんとそこ成長したんだ。2016年エディションでは思いっきり本名言ってたけど。ああ、まあそこは成長したんだ、はい、もうそれはちょっとプライバシー的にはないだろうっていう。そうだね、うん、ちょっと成長しちゃったかな。なるほどね。森脇リュートです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。家は近いんでしたっけ？家は徒歩30分です。徒歩30分？そう徒歩30分。ああ、徒歩で来るつもりなの？いや、とりあえず分かりやすい感じに喋ったんですけど。でも、ああ、いやいやいや、徒歩30分。まあまあ、電車で来るよね、多分。そうですね、多分。はい、そうですね。結構遠いよね。コンビニで徒歩30分、どこから来るのか。はい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 。どうしてうちなんですか？うちで働く感じですか？まあ、ちょっと遠いですよね。ああ、いや、ちょっと、なんだろうかな。その、運命がありまして、だからやっぱここがいいかな。なんで、いや、だから理由になってないんですけど、なんでですか？もう17になって、はい、17になって、はい、バイトもしてない、仕事もしてない、学校も行ってない。はい、はい、なるほど、はい、はい、はい。こんな人生はダメだと、私は思い、はい。ここに志願しました。ここに志願したんだ。そう、デスティニー感じちゃった。今までじゃあバイトはしたことないんですね。そうですね。大丈夫ですか？接客とかあるんですけど。まあそうですね。僕一応喋れるんで、声帯あるんで大丈夫です。ほう。何時シフトとかあるんですか？昼と夜と深夜どこがいいですか？あの、シフトの意味を教えてもらっていいですか？シフトの意味を教えてもらって、本当に知らないの？知らないのか。それバイトとか仕事用語でしょ、それって。あ、すいません、ちょっと申し訳ないです。なんかちょっと急にわけわかんないこと言っちゃって。シフトっていうのは、だから昼お仕事するか、夜お仕事するか、深夜お仕事するか、ね。ああ、そういうことですね。はいはいはい。あ、覚えました。はい。はい、覚えた。ありがとうございます。よかった、はい、よかったです。はい。まあ、いやいや、だから、だからいつかって聞いてんじゃん、別に。ここは別にあの、国語辞典じゃないんだよ、今。まあ、どうだろうな。じゃあ、昼ぐらいかね。昼ですね。はい、お願いします。お願いします。昼のシフトで。はい。はい、わかりました。いつから働けそうですか？だろうな。いつだろうな、じゃねえよ。いつからかな。まあ、明日からでも、いや、じゃあ来週の日曜日ぐらいからでも。来週の日曜日ですか？まあ、はい、なるほどですね。わかりました。明日からって面白いね。はいはいはい。そうなんですね。はい、お願いします。じゃあちょっと実務編いこっか。ね、実務の意味がわかる。実務あれ？デスク？違う。まあまあ実際じゃあコンビニでお仕事したらどうするか、どう、お仕事シミュレーションやろうか。はいはいはい、客が来ました。ファミレスの実務しよっか。あ、いいですか？はい、何ですか？あ、何ですか？じゃなくて注文いいですか？あ、いいですよ、注文ですね。はい、はいはい、この、牛タン2人前1つと2人前と、はい、カルビ2人前1つと、はい、あと、あ、すみません、ライスってサイズ何があります？いや、ライスは別にサイズありません。サイズがない？ライスにサイズないの？あ、はい、そっか。 いや、つけるんだったら金払ってもらわないと。いや、え、どういうこと？どういうこと？意味が、意味がわからないんですけど。無料サービスじゃないんで。
いや、だから今 L サイズまであるんですよ。S から L まで。いや、さっきサイズないって言いましたけど。あるんですか？無料で、ああ、一応ありますね。無料で無料で出すことはできないんですけど。いやいや、当たり前じゃないですか。だから、ライスありますかって言って聞いてるんですよ。だから、ライスあるんですか？ありますあります。あ、ライスある。S から L まで選べますけど。あ、SML。あ、なんかポテトみたいな感じなんだね。はい、あ、なるほど、なるほど。じゃあ、M サイズでいいですか？あ、いいですよ。はい。じゃあ、M サイズの、はい、ライス一つと、あと、そうっすね。生何が、生サイズ？生。どこ、銘柄は？生ビール？うん。あ、生。あ、じゃなくて。いや、ちょっと僕ビールに関しては詳しくないんですよ。ああ、そっか、残念だな。ちょっと詳しい方ちょっと連れてくるんで。あ、カクテル、ああ、すみません。カクテルって何置いてます？カクテルは、オレンジ色っぽい、なんかカシスっぽい、なんかフルーティーなやつがあるんです。フルーティーなやつがありますね、はい。それしかないです。それしかない、むしろ。あ、すみません。カシオレしかないんだ。取り合わせてないですね。取り合わせてない、取り合わせがなかったか。そっか、店長にちょっと。ああ、止められてて。うん、はい、すいません。大丈夫、大丈夫。すいませんでした。あ、いやいやいや、そんな謝らなくていいんだけど。店長にちょっと、カツ入れてきます。いやいや、いや、それはいいんだけど、別に。はい、ああ、そうですか。はい、じゃあ、それ、そうだね。じゃあ、カシスオレンジだね。わかりました。はい、じゃあ、お願いします。はい。あと、網変えてもらっていいですか？ちょっともう、焼けちゃってて。網、はい、この今やってる網ですね。このジュージューなってる、これはい、はい、じゃあこれを新しいやつに、はい、で、はい、すればいいですよね。あ、してほしいんで、してほしいんですよね。してほしいです。わかりました、ね、わかりました、はい、はい、じゃあやってきます。はい、やってきます。やってきますっていうか、まあ網持ってくる感じですよね。ああ、わかりました。注文繰り返しますね。あ、はい、あ、そう、いいね、いいね、繰り返せるんだ。はい、おー、おー、じゃあ繰り返してください。はい、わかりました。はい。牛タン2つ。おお。と、カルビ2つ。おお、成長。え、生が何でもいいから持ってこい。ええ？あれ？生？あれ？あれ？生？あ、じゃあ、あるか、聞いたけど。あ、わかりました。すいません。あと、カシオレが1つ。はい。わかりました。以上で。すいません、はい、ライスの M サイズが、すいません、ちょっと議論があったライスなんですけど、つけてもらっても。忘れてました、すいません、すいません。はい、はい、よろしくお願いします。ちゃんと持ってきます。はい、はい、じゃあ、よろしくお願いします。あと、新しい闇ですよね。はい、あ、そうです、新しい闇ですね。よかったです。はい、よろしくお願いします。はい。で、じゃあ会計だね、次。はい。あ、すいません、お会計いいですか？あ、いいですよ。はい。お会いそうですね。お会いそう。お会いそう。はい、そうです。会計いくらでしょう？会計が14万3000ですね。14万3000でも、もうこの前の、なんか、1年半前も14万3000って言ってたよね。その数字なんだろ、一体。そっか、そっか、14万3000か。はい、そうです。すいません。そっか、カード使える？カード？あー、うん、ありますね。この、はい、あります。はい、あ、なるほどね。ありますか。はい、はい、使います。じゃあそれでカードで、で、領収書お願いします。領収書、はい、レシートじゃないですね。領収書っていうのは成長が見られないな。領収書お願いしてもいいですか？わかりました。じゃあ、はい、名前は、お、それわかるんだ。わかりますよ。名前ちゃんと入れるって知ってたの？知ってます。なんか、あれでしょ？会社とか、書くやつとかあるじゃん。ね。おー。あ、じゃあいいや。会社名は株式会社シュプラスです。わかりました。シュプリ、はい、シュプリみたいな。シュプラスです。シュプラス。シュプラス。あ、わかりました。はい。はい。そういうことで。ということで。はい。じゃあ、お願いします。はい、はい、ありがとうございました。ごちそうさまです。バイバイ。バイバイじゃねえよ。